いやマジ寒くなりましたねって言うてちょっと暖房ついてますけど、もう長袖着てますし、そろそろ私のこのスキンも着替えないといけないですね。はい、つうわけでイプレイウェイビビビー、ここかな、ここじゃね。はい、入り口まずショー、どうも皆さん、マグニーでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。本日もやってまいりましょうということで、寝ないとな。ヒデさんも寝れるか、寝れるか。あー入ってた入ってた。おーちょっとお隣ですか、お隣いいですか、お隣いいですか。おやすみ、おやすみ、おはようございます。あ、昨日の夜はどうもありがとうございます。今日はですね、あそこ行くよ、やっぱりここ何か建築してほしいよっていう声がね結構ありましたんでね、ここにですね、ついにですね、もうね、年末でございます。年末じゃないけど、もう年末だよってことでね、巨大建築やりたいと思います。それでは本日もやってまいりまーす。ショータイム。マグニフィックイズヒア。まあ巨大建築と言ってもって感じですけどね。なんだろう、やっぱり村人がたくさんいるので、結構コメントにもあったんですけど、マンションとか、なんかそのアパートじゃないですけど、なんかそういうのを作ればいいんじゃないのということなんですよね。だから、ちょっとこの辺段ができちゃってるじゃないですか。この段をまず隠してですね、地盤をしっかり整える。で、その間、猫ちゃんたちに、避難していただくということで、全員ね、もう懐いてる猫しかいないんで、ここにね。ここかな。ウェーイ！ビビビー！え？なんか少なくね？もっといたくね、猫。かわいいね。ほんとに。ここにちょっといてくれる？どっか連れかれてんじゃないの？ぐいぐい押されて。牛とか、なんかその辺に、なんかいるんじゃない？この辺に。いない？で、一旦これを解体しよう。ありがとうございました。うん、解体できたよ。じゃあ土台作るか。あっす。ああ昨日の夜が忘れ、あ、土をまず持っていきたいんだけど、土そんなないな。データがね、消滅する前はですね、あ、そうそう、なんでクロちゃん復活してるんですかっていうね質問もありましたけどね、データがぶっ飛んだんですよ。なんかこの辺も本当は綺麗にしたいところなんだけど、あ、ここちょっととりあえず一面掘ろうかな。ここにはね、もともとね、もともとというべきか、なんというべきか、あったのが、ね、大殿匠のですね、収容所、黒曜石でできた、ちょっとかっこいいめのね、建物があったんだけどね、今はありません。うん、結構取れたね。規模感割と大きめにしてーなーっていうのもあるので、この中全部埋め立てちゃいます。そうだ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 、寒いよね。いいね、いいっすね、いいっすね、いいっすね。なくなったなくなった。いい、もうちょいやん、もうちょいやん。はい。ラスト1、ラスト1ですけど、あ、ここ危ないですよね。馬が乗り越えれちゃうから、ここも危ないわ。よし、 OK、 はい、埋め立て完了。いや、もうコーヒーもホットですよね。えヒアさん、マグニフィックイズヒア。ここのスペースをドカッと使ってですね、ちょっと立てていこうかなという感じでございます。まずは、まあ、1階がエントランスになっているのか、まあ、エントランスと部屋がなっているのか、そして2階は全て部屋になっているのかみたいなところもね、考えていきながら作っていこうと思います。何階建てぐらいできるかな、まあ、できる限り作っていこうっていうような感じ。はい、10階建て建てますつってやるのではなく、こうやっていくうちに、回数が大きくなっていくようなイメージで考えていってください。で、ずっとね、マンションそこの建物につきっきりになるのもやっぱちょっとね、あれなんで、あ、今晩もお隣大丈夫ですか。おやすみなさい。おはよう、ありがとうね。今回もそこまで資材にこだわるのではなく、やっぱあるやつでね、余ってるやつをね、たくさん使っていこうっていう考えのもと進めていきたいので、で、一番初めの設計の段階ですね。どうしよっかな、ここかな、ここじゃねえかな。うん、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、15ね。で、これが、ここから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17だな。あっちが15、こっちが17で、こっちがまた15来て、こっち進んでって、うん。これも真四角できたでしょ？真四角できたでしょ？でもこれじゃあ面白くないので、わかった、わかった。15、14、13。はい、そうするでしょ。で、こっから1、2、3、4、5、6、7、はい、7マス、こっちに出る。で、ここからもう全部奇数でいかないといけないんで、
ここで19で、こっから15して、ここからこうか、こ、あ、こうか、まっすぐ行くとこうなるから、こういう感じの、囲いにしようかと思います。ここで有り余る穴床と試練画の壁が残っていたので、鉄もねかなり入手できると思うんで今後ね。なのでちょっと贅沢にさ、ホッパーを使おうぜ。頭の中にうっすらとしか、まあまだ完成のイメージはできてないんだけど、今端っこの角多いじゃないですか。ここにですね、ここがですね、しようかな、こうかな、でこの上に多分置けると思うんですよね。置けるよね。これをこうじゃなくてこうして、こうするじゃん1,2,3 で次にホッパーをつけて降りると、はい、こういう感じのイメージ。うん、で、壁作っていくでしょ。だからね、ここはこうしないとダメかな。こうしないと中が見えちゃうもんね。それを、それぞれに施していくよ。ヒヤさんの方見てくれ、寝れない。くっさー、この夜作業続けなきゃいけない。絶対あいつがいるはずだ、絶対あいつがいるだろう。ほらまだ寝れない、あいつが絶対いるんだ。めっちゃ俺泣かして、うわ何これ何これ何これ、どうした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 、あれラグい、ラグいやつだ、ラグいやつ。ほら、いや ずるくね。あ、もうめんどくせ。危なかった危なかった。もう寝れる。あら、まだいるのか。ウィッチじゃないのがいる。ちょうど気になってたんで、いいですね。建築は続けてますからね、皆さん。あ、来た来た来た、お前らかい。おかしいだろ。あ、どっか行っちゃった。すげえ溜まってる。あ、鉄もすげえ溜まってる。あ、ちょっと待ってちょっと待って、鉄すげえ溜まってんのかな。持って帰っとこうね。どれぐらい溜まってるか分かんなくなるから、鉄と火薬だけしっかり取っとけば、どれぐらいのね、効率で集まってるかっていうのを後ほど確認できますからね。ヒヤさん、センキュー。殴り食いてきて。じゃあ君も行こう、君も行こう、これでスッキリするだろ。よし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 、はい、村人全解放完了。今建築中だったけど、またヒヤさんが襲われてた。なんだなんだ、鉄の扉、鉄の扉叩いて、ここか。なんかヒヤさんダメージ食らってると思って見たら、扉破壊してゾンビ入ってきてんのよ。結局それができないようにしてあげればいいだけなんで。ね、潰されてるでしょ。潰されてる上にヒヤさんちゃんとトライデント装備してるでしょ。戦ったんだから。これでまあ入れるは入れるわな。とりあえず敵もみに開けられる恐れは今んとここれでなくなったから。鉄溜まってるかな。あー溜まってる溜まってる。はい、ある程度建築させていただきました。今日はここまでだな、精一杯だな。では説明していきましょう。ご覧ください。全然進んでないような感じに見えるでしょ。まずはちょっと巨大建築の始めということでね。はい、入り口、まず正面の入り口がこちらです。ね、入る。でここにあるでしょ、模様が。これが何ていうんですかね、裏口でもないんだけど、まあ、ちゃんとした入り口かな。裏の後ろのね、の入り口続く道、こうやって抜けられるようになっております。でここのスペースを埋めるための模様ですね。でここがね、部屋になる予定。1個目の、まあ物置みたいな感じですね。エントランスかつ、まあ、物置みたいな。で階段をどこに作るかとかはまだ考えてないんだけど、まあ、スペースあまりスペース結構あるんで、はい、そこを生かして作っていければなということですね。でこっちがまあ管理人室みたいなとこで、内側から見ると、こういう感じになっております。外から見ると鉄柵と、エンドロットでの照明ですね。外からエンドロットいいね、こうやって使うと。ここはもう磨かれた安山岩ですね、の階段を、外に使ってるのと、で内側もね、いろいろな資材を使ってはやめ使ってはやめを繰り返していくうちに、まあ、こうなったような感じですね。
はい、模様入り石レンガ挟まれるようにネザーレンガの壁で、今ここ内側はね、ここをね窓にするのか、どのブロックを使って壁にしていくかを悩んでおります。で、一番初めにこうブロックを置いたところあるじゃないですか。あそこ1個沈めて、この金床をね1つ下げて、で上にホッパーみたいな。入り口はまあ2箇所あればいいでしょ、表と裏と。はい、これがまあ1階エントランスかつ管理人室も含めたワンフロア目でございます。これがどんどん上に伸びていきますからね、ぼちぼち進めていこうと思います。うわー、こんなもんかな。皆さんからしたらヒヤさんがやられてただけの動画なんだけどね。本日誕生日の兄弟たちよ、刮目せよ。お誕生日おめでとうございます。マグリです。そして皆さん、また次の動画でお会いいたしましょう。はね、マグリブ is here。